2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は新たな戦闘機開発の枠組みを、GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表したよ。すでに前年2021年の末には日本の IHI 社とイギリスのロールスロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また2022年2月には新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたな。つまり今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表であったって感じだね。さて今回はそんな日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イギリスとの日本の間での各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでのやはりアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に区切りをつけるものとなったんだ。太平洋戦争の敗戦によって日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれ、その施策の中で軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も無論その中に組み込まれ、その開発技術も大きく後退したよね。そのため今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は有に及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも準国産化を推す声もあったが、それを行い得る機関部の製造は技術的に困難だったぜ。また F2 戦闘機の開発が進められた時期はまだまだ日本経済がアメリカに対しても優位性を示していたこともあり、政治的にもそうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯があるな。ここで用いられたのが F16 ファイティングファルコンであり、F2 戦闘機の開発では各部にかなり大掛かりな変更を加えたため、もはや別の機体とすら言えるほどに変化はしており、日本に必須の対艦攻撃能力が強化されたよ。しかし完成した F2 戦闘機をその後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えるんじゃないかな。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して日本では自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主管の契約企業として、その配下に各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていったんだ。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていたよ。しかし今回は結果として日本は、イギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもよりフラットで、対等な関係での開発に各方面から期待が寄せられているな。そして今回の日本における GCAP グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を三菱重工業社、機関部を IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いているぜ。これがイギリスの場合は、全体の統括と機体本体を BAE システムズ社、機関部をロールスロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではあるんだ。もともとこうした今の日本とイギリスとイタリアの3カ国による、GCAP グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には IHI 社が製造する国産の機関部の塔を目指すことが有力視されていたよね。これは IHI 社が現在の防衛装備庁からの依頼のもとで、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験企業に開発した XF-51 エンジンや、それをベースに開発を進めた XF9 エンジンがすでに2018年に試作機1機とはいえ納入が行われたことが大きいんだ。そこで製造された XF9 エンジンは地上における動作確認とはいえ、
アフターバーナーの使用時には最大水力約15トン以上。空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示したからね。さすが日本が世界に誇れる企業の一つだよね。この XF9 エンジンの研究開発は IHI 社では2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトはスリムでありつつ大出力を確保するというエンジンだったんだ。これはこの XF9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていたよ。また XF9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素だね。こうして掲げたスリム化大出力という目標に対して一定の数値的な達成を見せていた XF9 エンジンではあるんだけど、試作機として実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言えるみたい。それでも悲願の国産の戦闘機用エンジンとして一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後はイギリスのロールスロイス社との共同開発の中でどのように変化するのかが注目されるな。イギリスのロールスロイス社はテンペスト計画における機関部の開発でも難航していると伝えられていたけど、それでもユーロファイタータイフーンなどで多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有しているよ。個人的にはロールスロイス社が持つ技術力は、少なくとも IHI 社の XF9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と、冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり開発の主導権を握ると思えるぜ。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に最適な選択となることに期待したいな。IHI 社は現在の社名となったのは2007年からだけど、それまでは石川島播磨重工業社として日本の重工業を支える一角として江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では国内の6割以上のシェアを誇るよ。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載するゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイット2社製の、F100 エンジンも IHI 社がライセンス生産したものが使用されているんだ。IHI 社が開発し実用化量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして民生品にも応用が模索されているみたい。ちなみに海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型などの建造を手掛けているジャパンマリンユナイテッド社は、元は IHI 社の造船部門から派生した企業なんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは政治財政的に国家レベルの支援が必要だと述べたというよ。この発言はアメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りにその言葉を受け取るならば、日本がすでに原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまうよね。日本という国がそれを作るには色々と課題がつきまとうよね。そうだね。さて今回はそんな日本の海上自衛隊における原子力潜水艦の保有について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
現状では2022年12月の閣議決定で安保関連3文書改定の上、承認したことで防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で 2% の達成は数値目標としては掲げられてはいるんだ。その中では長距離攻撃が可能で、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていた分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態だね。そのため少なくとも日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物がこうした発言を行うということには、何らかの意図が働いているのかもしれないね。マイケル・ギルディ氏は続けて、一昨年の2021年9月にオーストラリアとアメリカとイギリスとが急遽締結を行った、軍事同盟オーカスの件に触れ、それによりオーストラリアが原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げているよ。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を問いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目されるね。今のところ個人的にニュースなどを確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないけど、韓国の中央日報はこの件を報道し、しかも日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示しているんだ。これは多分、韓国自体が原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対してアメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるんだけど、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは好対照な点は興味深いよね。しかし同時にこの2023年1月10日から開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当しているダリル・コードル大将が予定の10隻に4隻も潜水艦が足りないと発言しており、アメリカの現状を嘆いているよ。アメリカ海軍では最新鋭の攻撃型原子力潜水艦である、バージニア級を、近年も年間2隻のペースで発注を行っているにもかかわらず、また年間で10隻が予定されている大規模なメンテナンスも滞っているとされているからね。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題などで表面化していたことに加え、昨年から始まり今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、深刻な問題に発展しているみたい。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づきオーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろうね。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカからならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたけど、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきたんだ。そのため本命はアメリカからのバージニア級と目され、新造分数隻と残りはオーストラリア国内で建造する体制を整え、自国建造する方法が有力視されてきたけど、ここに来てかなりこの動きに陰りが見えている感は否めないよ。アメリカでオーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から供出する案も聞こえてはいたが、この場合潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われているね。結局のところオーストラリアは、原子力潜水艦の保有を打ち出してはみたものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られているよ。さて肝心の日本だけど、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についてもその素地は備えているとは思われるよ。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも分があるだろうね。技術的には実現可能ってわけだね。
現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足しているんだ。例えばイギリス海軍であれば攻撃型潜水艦も全て原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー91隻と最新鋭のアスチュート9が6隻の合計7隻の保有にとどまり、数の面では日本よりもはるかに少ないね。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだけど、収益中であるのは指9が6隻、最新型のシュフラン級がようやく昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に7隻の体制を構築しているよ。日本の場合、四方を広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である、中国ロシア北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で、速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はあるね。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の太平型でも建造費は上昇しているとはいえ、1隻あたり未だ800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば建造費は確実に一桁は上昇するね。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが適正な費用対効果があるか否かは検討すべきだろうね。純粋に軍事的な観点からは日本が攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく必要性があると思えるけど、政治的に今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみるよ。2022年6月に翌月の参議議員選挙前にフジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われたんだ。ここで番組側から日本は今後原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたけど、それに賛同の意を示したのは日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は慎重な姿勢を崩さなかったみたい。逆にはっきりと日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢はあえて聞くまでもなく最初から予想できたというのが偽らざる心境だよね。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろうね。与党である自民党は日本が原子力潜水艦を導入することになれば膨大なコストが必要と答え、施策として必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊護衛艦の2番艦加賀が改修工事に入っており、戦闘機 F-35B を艦載するための甲板や格納庫の改修が進んでいるみたいだよ。エンジン排気熱は千数百度に達するらしいからな。十分に対応できるように設備を整えておかないとね。さて今回は護衛艦加賀や出雲での F-35B 戦闘機運用について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の海上自衛隊に2022年現在、収益中の艦艇中で最大の規模を誇るのが、複数のヘリコプターを搭載できる護衛艦出雲型の1番艦出雲、2番艦加賀の両艦で、敵の潜水艦、水上艦艇、航空機による脅威に対処する能力を備えており、防衛に重要な役割を担っていて、海外メディアでは艦首はヘリ空母として扱っているよ。世界の海軍でコルベット小規模の軍艦と呼ばれるような大きさの艦艇から、
こうした出雲型のような艦艇までを総括して海上自衛隊では護衛艦と呼んでいるんだけど、出雲型には DDH という艦式号がついているんだ。DDH について詳しく、DDH は海上自衛隊においてヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦式号で、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は DD、最新鋭の最上型は FFM などその艦艇の用途と性格を表す英語表記に準じて付けられた記号だと考えられるよ。太平洋戦争後、日本の自衛隊は軍隊ではなく自衛のための最低限の実力を備えた組織としており、攻撃的な兵器兵装を自衛隊が保有することは政治的にも、それを良しとしてこなかった経緯があるんだ。これまでの憲法の解釈から攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦がその代表例とされてきたため、海上自衛隊は木津隊以来、航空母艦を保有することを検討してきたが、これには絶えず政治的な反対があり、世論の反発を考慮して大型空母の保有を見合わせてきたぜ。とはいえ、1970から1980年代でもヘリ空母の必要性は認識されていたが、やはり政治的な判断で見送られていたな。現在、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているものの、防衛に用いる航空母艦であれば憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府の見解で、正直なところ複雑ってわけ。しかし出雲型護衛艦2隻に出雲をほぼ原型のまま活用し、垂直離着陸できる固定翼機である F-35 ライトニング2B 型を艦載機とする改修を施すことは、ついに実現した海上自衛隊の航空母艦化。まあこれまでの経緯を踏まえればここまで踏み込むことができたことは時代の変遷と言えるんじゃないかな。出雲型護衛艦の登場が二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は今よりはるかに大きく、マスメディアや野党から大きな議論を呼んだ可能性が高かっただろうしな。出雲型護衛艦の航空母艦化がそうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が危機意識を抱いていることの表れだと言えるかもしれないね。中国への危機感を国民も持ち始めたのは良いことだよね。1991年に自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は日本の最大の仮想敵国であり続け、この崩壊で長年続いた冷戦構造に終わりが訪れたかと思いきや、近年、中国の軍事力強化により海洋進出が著しく、日本にとって新たな脅威となったんだ。中国海軍は公海東シナ海南シナ海、日本海と活動範囲を広げており、中国海軍初の航空母艦が2012年に1隻目の遼寧が就役し、それを皮切りに中国初の国産航空母艦を2019年に2隻目の山東を就役させていて、これに加え、初のカタパルト搭載の航空母艦を今年2022年に、3隻目の福建も進水させているよ。実戦配備された正規の航空母艦は3トン1隻のみだが、すでに練習用の航空母艦として運用が続けられている遼寧も西太平洋に進出して軍事演習を行うことが可能なまでになっているぜ。このような中国海軍による海洋進出への危機感が実際に有事となり南西諸島への攻撃があった場合、沖縄の那覇にしか使用可能な滑走路を確保できていない自衛隊としては F-35B を搭載した空母配備すれば、素早い対応が可能になり、抑止力の強化になると言えるよね。日本では中国軍の脅威に対して陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊を石垣島や宮古島へと配備を進めたり、有事に対応する水陸機動団を進編するなど南西諸島方面の防衛力整備を図っていて、ヘリコプター護衛艦出雲型の空母化もこうした動きの中で浮上してきたものだよ。アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機とである F-35 ライトニング2波、短距離離陸垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでいたため、出雲型の航空母艦化を具体化させたと言えるだろうな。この艦載機 STOVL 短距離離陸垂直着陸 F-35 ライトニング 2B 型を現状で総数で、
42機調達する計画が予定されており、通常時には宮崎県のニュータバル基地に駐機される予定の同機は、必要に応じて航空母艦化された出雲型に艦載されるとのことで、2024年度からの配備が予定されているんだ。出雲型護衛艦は1番艦の出雲から先に航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは2020年3月から2021年6月までに改修の第1弾を終え、10月には米海兵隊の F-35B を発着艦させる検証を終えているよ。出雲の第1段階の改修工事は艦形を変えるものではなく、これまで回転翼機のみを運用する仕様となっていた本艦を艦載機となる、垂直着陸可能な F-35 ライトニング 2B 型が着艦するときに下方へ噴出する千数百度にもなると言われる、エンジン排気熱から飛行甲板を保護するための耐熱強化を中心とした改修工事のほか、電源設備の設置などのインフラ整備を整えた工事が行われ、甲板にはアメリカ海軍の規定に準拠した F-35B 離着陸用の黄色のセンターラインが引かれるなど、外見の変化が見られたね。これに加えて出雲では F-35 ライトニング2を全天候の環境下でも安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、これらの改修工事を終えた出雲は現在、通常の任務を行っているな。その他、出雲の第2段階の改修工事は2024年度末から行われると見られており、そこで艦を上空から見ると先端が細く絞られた形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅される艦首形状の変更工事が決まっているよ。現状、基本的に垂直離陸着陸のみを行う回転翼機では不要であった拡幅後の滑走スペースを、短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するために、この飛行甲板の拡幅工事を行い、その運用効率の向上が目的とされていて、2回目は2026年度中に終了すると見込んでいるんだ。出雲型護衛艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーンエリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の勾配の導入なども検討されていたが、実際には必要最低限の改修となったな。しかし、出雲型は設計段階から将来の F-35B の搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定しており、そのためエレベーターの改修のような大工事は必要ないものとなっているよ。一方、2番艦の加賀は2022年3月より軽空母化に向けての1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の短距離離陸と垂直着陸が可能なステルス戦闘機 F-35B を搭載するための改修工事に加えて、出雲に先駆けて艦首形状を四角形に変更する先端の拡幅工事が2023年度まで行われる予定だね。加賀の2回目の改修工事は2026年度から2027年度に行われる予定されており、これには先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機 F-35B の運用に細心の注意を払っていると思われるよ。出雲型は基準排水量1万9500トン、満載排水量2万6000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m の艦体を持つとはいえ、航空母艦と呼ぶには F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は10機前後と決して多い台数ではないと言えるんだ。出雲型護衛艦が中国海軍の潜水艦の活動を食い止めるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で最も多く対潜哨戒能力としての回転翼機を一度に運用可能な艦艇であることからすれば、その航空母艦化は手放しでは喜べない反面、周囲を海に囲まれた日本としては、これにより一隻で空母と対潜水艦船が主の護衛艦という2つの機能を合わせ持ち、洋上に F-35B やオスプレイ、哨戒ヘリコプターなどを運用できる航空母艦化した護衛艦を保有することは大きなメリットとなるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今
今から約2年半前、突如として南シナ海に黒潮潜水艦が出現したことには度肝を抜かれたよね。確か海上自衛隊の護衛艦が米国との合同演習中だったってやつだな。2018年9月17日に防衛省から異例の発表もあり、南シナ海で潜水艦の任務がまさか公表されるなんて思ってなかったし、記憶からも消えることはないぜ。衝撃的なのはもう一つ発表された方であり、実は15年も前から偵察任務を行っていたという異様だったよ。これは南シナ海の海底情報を収集した極秘任務だったということを意味するのかな？当時の安倍政権の意図は明らかではないけど、中国への牽制はもちろんのこと他にも気になることはたくさんあったよ。まあ今頃になって中国の潜水艦が日本領海周辺で偵察行動しても遅いということだね。あの発表は海上自衛隊としては潜水艦の居場所の公表でもあるから、一部の上官は知っていたとはいえ可視艦以下については衝撃的であっただろうな。そうだね。さて今回は、17年前から南シナ海を潜水艦が偵察活動していたこと、護衛艦カガモ F-35BSTOVEL 機を艦載するため回収計画を立てていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。冒頭で話した当時防衛大臣を務めていた小野寺井天氏という方は、宮城県気仙沼市の出身で2011年の東日本大震災では自宅も被害を受け、その後復旧にも奔走した一人として有名な方だよ。また、防衛大臣を2回も務めた方であり、どうせやるのであれば防衛大臣より復興大臣になってほしかったという声も囁かれていたんだ。話を戻すと、南シナ海で対潜水艦の訓練を行ったのは海上自衛隊の潜水艦黒潮と護衛艦加賀など4隻だったよ。海上自衛隊によると、本訓練は南シナ海からインド洋にかけて2ヶ月間の長期航行に出ている護衛艦に潜水艦が合流して、2018年9月13日に南シナ海の公海で行われたということだったんだ。訓練内容は、海中を航行する潜水艦黒潮を敵国と見立てて、動きを探知して気づかれないように追尾するというもので、当時海上自衛隊が公開した写真では、護衛艦を飛び立ったヘリコプターが潜水艦を探知するためのソナーと呼ばれる音波を収集する装置を、海中に投入している様子も確認することができるよ。対潜水艦の運用については国防において最重要任務の一つで、これまで主に日本周辺海域で訓練が行われてきたんだけど、今回のように南シナ海まで南下して訓練を行うことや、公表することは異例のことだったんだ。南シナ海に存在する島々では中国が軍事拠点化を進めており、本訓練では海洋進出を強める中国を牽制する狙いがあったと騒がれていたが、安全保障環境の変化を理由に自衛隊の活動範囲も広がっているぜ。日本ものんきに指くわえて見てるだけじゃダメだからね。中国の脅威に対抗しないと。対潜水艦任務は、海中の潜水艦が発する微弱な音波や磁気を、艦艇やヘリコプター、それに航空機が持つ専用の装置を使って探知し、部隊を展開するというものなんだ。今回は南下して南シナ海での訓練となったんだけど、この地域に存在する島々では中国が軍事拠点の構築を進める一方で、これを警戒するアメリカ軍が島の周辺に海軍の艦艇を派遣する航行の自由作戦を行うなど緊張が高まってきているね。中国外務省の秋総報道官は2018年9月17日の記者会見で南シナ海の情勢は安定に向かっており、中国と ASEAN 国々が適切に対応していると主張した上で、域外の国には、この地域の国々が対話によって問題を平和的に解決しようとする努力を尊重し、地域の平和と安定を損なわないよう求めると述べ、日本が南シナ海の問題に関与を強めたと牽制したみたい。今回の対潜水艦訓練の意味を海上自衛隊の元海将まで務めた、金沢工業大学虎ノ門大学院の伊藤俊幸教授は通常なら潜水艦の動きは一切秘密にするもので、隠密性そのものに意味があるが、今回はあえて発表していて、ここが大きなポイントになる。これは戦略的な情報発信で、日本として構えがあることを見せて一つの抑止力にしようとしていると指摘したよ。また南シナ海で密かに訓練していたことについてははっきり言うと今回は中国へのメッセージということになるが、中国と戦争をしようとは誰も思っていないし、中国側も思っていない。ただ、中国の海洋進出に対してはアメリカやイギリスなどが関与しだしており、そうした中で日本政府としても外交や経済に加えて自衛隊の活動も視野に入れて対応したということだと思うと、伊藤教授は述べたんだ。続いて、その上で今後の対応については中国との緊張を高めるためにやっているわけではないが、自衛隊の活動も含め日本政府全体としての取り組みとバランスが取れているかどうか、国民やメディアが厳しくチェックしていくことが大事だと指摘したみたい。
政府は2020年12月21日に発表した2021年度予算案で、前とした訓練にも参加していた海上自衛隊呉基地を母港とする護衛艦加賀の改修に203億円を計上したよ。アメリカから購入する最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の運用を想定し、事実上、空母化するという計画だな。在日米軍の再編に伴う都道府県向けの交付金に20年度と同額の50億円も盛り込んだのだけど、米軍岩国基地岩国市への空母艦載機移転を受けた山口県だけに交付されているんだ。護衛艦加賀改修の主な内訳は、艦首の形状変更費222億円で、耐熱処理やアンテナなど装備品の移設に24億円、改装後の米軍との検証試験に29億円となっているよ。防衛省の坂本大輔防衛計画課長は着手は21年度末を予定とし、改修は定期整備と合わせて実施し、期間は14ヶ月程度と説明したね。空母化を進める同型護衛艦は加賀と出雲の2隻であり、中国の太平洋進出を念頭に抑止力を強化するという大きな狙いもあり、先行して改修する出雲は20年度予算ですでに計上されていたみたい。在日米軍再編で基地負担が増える都道府県向け交付金は、岩国市と周防大島、脇領町での事業が対象となっていて、2015年度創設の制度で、2018年度から10年間は毎年50億円を交付する方針でいるんだって。防衛省地方協力局は2021年度の予算案をまとめた段階であり、その先はまだ予定されていないと発表についてとどめたよ。岩国基地の空母艦載機による陸上空母離着陸訓練 FCLP の移転候補地、鹿児島県西之表市の馬毛島に関する予算は31億円となっており、これが国民への負担にどう影響してくるかは掘り下げようとも思わないし、理解をしてほしいと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
2021年11月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替機となる次世代戦闘機開発について、あまり新しい情報を目にしないというのが正直な感想だったよね。2020年の末に日本政府としては三菱重工業者を次期戦闘機開発の主管企業として独自性を保つ方針を打ち出し、この傘下に国内の各分野の企業、エンジンであれば IHI 社が紐づく開発体制となることが伺えたよな。その他、機体そのものにはスバル社、レーダーやセンサなどの電子機器類などには三菱電機社や富士通社 NEC 社といった会社名が並ぶ中、現在の最新鋭である F-35 ライトニング2などの第5世代戦闘機の開発経験が日本にはないもんね。このため F-35 ライトニング2を要するロッキード・マーチン社を技術支援先企業として選定しており、正式な契約の締結に至ったとはまだ報じられていないが、実績を鑑みればまず本契約は間違いないと思われていたぜ。そうだね。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機となる、次世代戦闘機向けに IHI 社が開発した XF91 エンジンについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。こうしたアメリカのロッキード・マーチン社の選定と並行して、2021年の6月にイギリスで行われた G7 サミット以後は、次期戦闘機のエンジン開発へイギリスのロールス・ロイス社の参画も調整に入ったと報じられたよ。ここでは当時の日本の菅首相とイギリスのジョンソン首相とがトップ会談を行い、6月の下旬には防衛省側の日本の次期戦闘機開発の担当者が、イギリス入りして実務者レベルでの打ち合わせも開始されたと伝えられていたんだ。こうして日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画は、あくまで自国主導の原則を掲げてはいるものの、国際的な協力体制を合わせて目指す方向性が加えられることとなり、アメリカとイギリスとの3国での調整が打ち出されたってわけ。この方針は次世代戦闘機開発にあたって日本の企業のみで推進しようとした場合、特に主要な部位となる電子機器類やエンジンの開発コスト、および技術的な困難が予想されることへのリスクマネジメント回避策だと見られるぜ。2021年時点で航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機は総数で91機であり、これを代替する次期戦闘機の生産数もほぼ同様であろうと考えられ、その数の開発では費用対効果で見た場合に釣り合いが取れないと判断されたためだろうね。次期戦闘機は現行の F2 戦闘機の退役が進んでいるであろう2035年頃での実戦配備を目指すものとされているんだけど、イギリスのロールス・ロイス社とエンジンの共同開発を行うことで、量産によるコスト低減と輸出も視野に入れているみたい。確かに最大でも90機ほどでしかない次世代戦闘機用のエンジンを内製化に関わるよりも、ロールス・ロイス社との共同開発を行えば量産化によるコストの圧縮は見込めそうだが、輸出を川山用するのは早計に過ぎる気もしないではないぜ。ただでさえ戦後これまでアメリカ一辺倒であった日本の兵器開発に、初のイギリスとの協力という未知の領域に挑戦することになるもんね。それにあたって、性能と効率以上の面にまで期待を抱くのはどうかと思え、計画が軌道に乗ってからにすべきに感じるよな。しかし現状の次期戦闘機開発の流れの中で、すでに2018年6月に IHI 社が防衛装備庁に1機の試作エンジンである XF91 の納入を行っていることもあり、この XF91 の扱いが今後どのような形になるのかも気になる部分ではあるよ。IHI 社の XF91 エンジンは2010年から開発に着手されたもので、この当時の新型戦闘機のコンセプトであった I3 ファイターに搭載する前提で進められらており、スリムかつ大出力を掲げてその実現を目指していたんだ。スリムかつ大出力が XF91 エンジンに求められたのは、第5世代戦闘機で実現された高度な機体のステルス性能がベースにあり、これを継承しより多くの兵装や燃料を搭載する容量を機体に確保する必要性があったためだね。結果 XF91 エンジンは全長が約 4.8 メートル、吸気部の直径が約1メートルと第4世代戦闘機の F15 イーグルが搭載する、
プラット&ホイット2社製の F100 エンジンとほど同様の寸法に収めることに成功したんだ。また XF91 エンジンはアフターバーナ作動時には15トン、未使用時でも11トンの推力を発揮し、高圧タービンの入り口付近の温度は1800度にも達するんだけど、この高温に頼るタービン周りの部品の製造力を実現しているよ。さらに今後の戦闘機エンジンには必須とされているのがアビオニクスや兵装に対応した大電力の発電能力だが、XF91 エンジンでは 180kW と言われる発電容量を達成しており、十二分にこれに応える能力を有しているとされてきたな。このような XF91 エンジンの性能には中国のメディア等からも警鐘を鳴らすような記事が散見されるなどしていたけど、同国の第5世代戦闘機である J20 において課題とされてきたエンジンの国産化も徐々に整いつつあるみたい。ここ最近の中国ではこの J20 の複座型である J20S や、航空母艦の艦載機として初のステルス戦闘機となる J35 がインターネット上でも画像が見受けられるようになってきており、日本最大の仮想敵国として注意を怠れないよね。だがせっかく試作機の納入まで進んでいた IHI 社製の XF91 エンジンだが、共同開発が有力視されるロールスロイス社が自国の第6世代戦闘機テンペスト計画用に開発を進めている。新型エンジンはこれを確実に上回る仕様のようだぜ。ロールスロイス社のテンペスト計画用の新型エンジンは、タービンの入り口付近の温度は2000度超えに到達しており、欧州各国で共同開発したユーロファイタータイフーンと比較すれば10倍以上の発電能力を持つというよ。ユーロファイタータイフーンが搭載するのは、ロールスロイス社製のユーロジェット EJ200 エンジンだけど、残念ながらこのエンジンの発電能力は具体的数値は不明とはいえ、メーカーが10倍と表現するのだから相当なものなのだろうね。ちなみに F35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイット2社製の F135 エンジンの発電量は 1600kW とされており、これに不足を感じているアメリカ空軍では独自に新型エンジンへの換装を予定しているぜ。F35 ライトニング2波。今行われているブロック4の最終段階へのアップグレード時には現行の F135 エンジンでは能力不足になると指摘されており、アメリカ空軍以外にはその強化版となる F135EEP エンジンが用意される模様だね。こうした動きを見ていくと日本の次期戦闘機においても IHI 社製の XF91 エンジンの強化を自国内だけで実現することは厳しいと判断したと思われ、特に発電能力に関してロールスロイス社の技術に期待しているのではないかと感じられるよ。日本主導での開発が掲げられる次期戦闘機だが、それに固執するあまりエンジンをはじめ性能が対中国対ロシアに向けて伴わないようでは本末転倒となり、また米英に譲歩しすぎれば開発する意義そのものが問われる可能性すらあるからな。そのあたりのさじ加減を柔軟に対応しつつ、日本の兵器開発の技術力にプラスとなる仕様が実現され、F2 戦闘機との確実な代替が実現されることを切に願ってやまないというのが現時点での偽らざる心境かな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本とイギリス、イタリアの3国での共同開発が公式発表され、アメリカに頼らない日本の F3 戦闘機開発に弾みがつくものと考えられているよ。日本の匠が作るエンジンだけではなく他の部品にかけても高性能を誇っており、イギリスはそういった先進的テクノロジーが欲しいんだろうな。日本の技術力は世界に認められているもんね。さて今回は F3 戦闘機の心臓となるエンジン部分について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月9日、日本の F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新しい戦闘機の共同開発を行うという計画が正式に発表したよ。日本の防衛省は2035年頃までに配備を始めたいと考えており、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の代替機は、多くの場合が次世代戦闘機と呼ばれているんだ。
開発は F2 のように日本側が表面上は開発の主導権を握ることになっているんだけど、やはりアメリカとの共同開発というのが最も可能性が高いと見られていたのは事実だよね。その場合には、現在使用している第5世代戦闘機である F22 ラプターや、F35 ライトニング2を送り出したアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠であると考えられていたけど、2020年末頃から他の案が囁かれ始めたんだ。その内容は、ユーロファイタータイフーンの代替機開発をテンペスト計画として進めているイギリスや、それに参画するイタリアも含めて、日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたということだね。テンペスト計画には初めから日本の参加を歓迎する雰囲気があったみたいだね。なぜなら、ヨーロッパの次世代戦闘機開発に日本の匠の技術を取り入れた上で、その主導権をイギリスが強化したいという思惑が強かったからだと言われているな。実は、この時期にフランス、ドイツ、スペインの3国が進めているフューチャーコンバットエアシステム、略称 FCAS と呼ばれる欧州最大の防衛計画も進められていて、それに対抗する意図からもイギリスは自国が主導するテンペスト計画への参加国を増やしたい気持ちを抱いていたんだ。これに対して、日本も次世代戦闘機開発には自国の都合を最優先できる技術支援先を望んでいたので、イギリスと日本両国の次期戦闘機をめぐる利害関係が一致した形になったことから話が進んだよ。こういった経緯のもと、イギリスと日本の両国は2022年1月に新たな戦闘機に搭載することを前提にした、機関部開発を共同で行う実証事業が開始された。そして、イギリスからは高級車を扱うロールスロイス社、日本からは IHI 社が参加することになったんだ。このロールスロイス社は、テンペスト計画で機関部を担当するだけでなく、ユーロファイタータイフーンに搭載されている、機関部 EJ200 の基本設計を担った企業ということでも知られている世界的なエンジンサプライヤーであることを忘れてはいけないな。やはり、自動車製造企業というイメージが強い会社ではあるけど、実はエンジン製造に定評のある企業なんだよね。だがしかし、テンペスト計画に使用する機関部に関して、ロールスロイス社は開発にかなり苦戦していると伝えられており、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースが2023年に入っても聞こえてこないぜ。2021年1月下旬に幕張メッセで開催された軍需品の展示会である DSEI2021 ジャパンにおいて、テンペスト計画に採用が見込まれる機関部について、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、タービン入り口では2000度以上の高温への耐性等が見込まれていたよ。当然、これらの過程で機関部に発生する熱を冷却する必要があるし、敵のレーダーやセンサーの探知から機体そのものを隠すことも同時に求められるため、ステルス性能の向上も図らなければならないんだ。それから、ユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 の10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には兵装にも使う想定となっているね。イギリスのロールスロイス社のテンペスト計画を進めるため、こういった機関部開発への取り組みがある一方で、日本で機関部の開発を受け負った IHI 社でも次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台はできているみたい。それが日本の防衛装備庁から依頼を受けた IHI 社が2010年から開発を進めてきた XF9 エンジンであり、これは2008年度までに同社が開発してきたターボファンタイプの XF5 エンジンを土台として、次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言っても良いんじゃないかな。IHI 社の XF9 エンジンの開発は、区分を大きく分けて3段階で進められていて、第1段階は2010年から2015年にかけて高温に耐えられる燃焼器と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究がスタートしたよ。第2段階は2013年から2017年にかけて主要部分に加えて、吸気口のファンや低圧タービン部分の追加研究を行うとともに、次期戦闘機への搭載時に求められるエンジンの必要な要素を全て網羅させたんだ。第3段階において一部機関を並行させながら、
2015年から2019年にかけて第1段階及び第2段階で得られた技術的成果をもとにして、戦闘機用エンジンとして組み上げられたものが試作機の XF-91 エンジンとして完成に至ったよ。IHI 社が製造した試作機の XF-91 エンジンは、2018年6月に1機目が防衛装備庁へ納入された以降、約2年間にわたって動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ながら想定された数々の数値を見事にクリアしていったね。XF-91 エンジンの特筆すべき検証項目の一つに挙げられる、2017年6月のタービン入り口付近の温度が約1800度という高温をクリアしたことによって、世界的にも非常に高い温度で動作することが確認されたんだ。この XF-91 エンジンのサイズは全長 4.8 メートルで、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルでアフターバーナー使用時の推力は約 15.0 トンとなっており、戦闘機用のエンジンとしては超大型の部類になり、使用と性能は世界基準に達しているぜ。例を挙げると、F-35 ライトニング2戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンとされているな。XF-91 エンジンの方が F-135 エンジンと比べてスリムボディで、アフターバーナー使用時の推力もやや劣っているように見えるけど、XF-91 は双発で、F-135 は単発といった相違点があるので優劣をつけるとすると何とも言えないね。しかし、あくまでも XF-91 エンジンの試作機ということから、こういった数値は地上での検証結果のデータであり、最新のアダプティブサイクル方式を採用していることから、エンジン自体の大きさに比べると高いパワーを持っていると言えるんじゃないかな。アダプティブサイクル方式って？アダプティブサイクル方式というのは、搭載した機体が上昇、巡航、戦闘などの高い軌道を行う際の条件下で最適な性能を引き出すために工夫されたものだね。しかも、前述したように F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりも XF-91 エンジンはコンパクトに出来上がっているため、空いたスペースを別の用途で使うこともできるよ。その一例としては、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やしたりすることが挙げられ、用途に応じて運用の幅を広げることに役立つこと間違いなしだな。日本では IHI 社の匠たちの緩まぬ企業努力が実り、このような高スペックの XF-91 エンジンの製作ができたことで、また世界中が欲しくなる技術を知らしめることになると思うぜ。イタリアのレオナルド社とイギリスのロールスロイス社と日本の IHI 社が共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術がどのように活用されるのかについても、注目していかなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。